パラマッチ TV。 皆さん、ハレハロー。 OHK アナウンサーの中塚美穂です。今回お届けする OHK アナのクスクス、テーマはこちらです。 OHK 公認 VTuber に迫る。はい、こちらのテーマをお届けするんですが、今月の1日 OHK が公認するバーチャル YouTuber、 通称 VTuber の天の晴れほかるちゃんが登場しました。前回は佐藤莉子アナがこの OHK アナのクスクスで天の晴れほかるちゃんのことを紹介したんですが、ほかるちゃんの SNS 皆さんもうチェックされましたか？ね、いろいろな方がね、ほかるちゃんのことをつぶやいてくださったり調べたりしてくださっているようで、前回の紹介から1週間ほど経ったんですけれども、ほかるちゃんに関する情報がまたいろいろと公開されてるんですよ。気になるほかるちゃんのデビュー日もついに決定しました。ということで、今回は OHK 公認 VTuber に迫るデビュー日決定編と題して、ほかるちゃんの情報をお届けしていきます。早速気になるデビュー日を皆さんにご紹介したいんですが、そちらは昨日公開されたてほやほやのティザー PV をご覧いただきたいと思います。なんとほかるちゃんの声も初披露されたとのことです。これもね、皆さん楽しみにされていた一つだったのではないでしょうか。ぜひそちらもご注目ください。それでは早速どうぞ。君の太陽だよ。はい、かわいい。ほかるんが動いてましたね。そして最後、僕が君の太陽だよというセリフが声付きで紹介されましたが、ここで僕っ子ということが分かりましたね。私も最初このほかるんの声を聞いた時、想像していた声よりもちょっとクールでボーイッシュでなんかかっこいい感じもしたんですよね。とっても可愛いお顔をしてるんですけれどもね、そこが意外なポイントでした。いかがでしたでしょうか。そしてね、デビュー日もこの中で紹介されましたが、ほかるちゃんのデビュー日は2024年今年の2月16日です。来週の金曜日に迫っております。はい、このね、こちらのティザー PV はほかるちゃんの YouTube チャンネルで見ることができますので、ぜひぜひ繰り返し再生をしてください。こちらのスタジオにもほかるちゃんのパネルを用意しましたが、あと9日です。もうちょっとですよ。いよいよですね。はい、そして地上波でもほかるちゃんのデビュー日をお知らせする CM が放送されているんです。こちらですね。はい、ティザー PV とはまた違ったボイスが聞けるそうなので、ファンの皆さんこちら要チェックです。イオンモール岡山の館内サイネージ晴れ待ちテレビでも CM が放送されています。見かけた方はぜひ写真を撮ってほかるちゃんに教えてあげてください。ほかるちゃんきっと見てくれていると思います。さあ、私がね、今このクスクス内でほかるちゃんのことをほかるんほかるんって呼んでるんですが、こうなんかお名前的にあだ名がつきやすいのもいいですね。親しみやすい呼び方があって、はい、かわいいですが、
そしてまだまだお知らせがあります。デビュー日が決定したということで、本日よりホカルちゃんのフライヤーが配布されています。それがこちらです。じゃじゃーん、かわいいホカルちゃんの全身の立ち姿がこうやって描かれています。もうね、こだわりがねたくさんあるんですよ。すでに X、旧 Twitter の方でも公開されているんですが、ホカルちゃんの衣装の要素がふんだんに詰め込まれているんです。わかりますか、この桃のねバッグもここに桃が描かれていたりとか、ホカルちゃんのお洋服だったりとか、そしてねホカルちゃん背中に刀剣をこうやって背負っているんですけれども、その刀剣がこちらの右下の方に描かれていたりと、こだわりがたくさん詰まっております。天の晴れホカルというね可愛いロゴも書いてありますね。これ本当にねデザインが可愛くて、ポスターとしてお家に飾るのもとってもいいと思います。ここまで背景にこだわっているとっても可愛いフライヤーになっていますので、ゲットされた方はぜひ額縁などに入れるなどしてお家に飾ってみてはいかがでしょうか。はい、さらに裏面はねホカルちゃんの違う表情が楽しめるということなんですが、こちらは手に取ってからのお楽しみということで、ぜひぜひゲットしてみてください。はい、そして配布場所になるんですけれども、イオンモール岡山内の2箇所でゲットすることができます。今出ていますね、1階中央エスカレーター横にあるラックと、6階の OHK ミルンオフィスの入り口にあるラックで配布されています。この場所は今後随時拡大していくということなんですが、いち早くゲットしたいという方はぜひぜひイオンモール岡山にお越しください。この2箇所ですよ、覚えてくださいね。はい、そしてここからは前回天の晴れホカルちゃんを紹介した佐藤莉子アナに習いまして、私もこんなことに挑戦してみました。それがですねファンアートです。はい、私絵を描くのが実は好きなんですけれども、上手いとかじゃなくて好きなんですけれども、せっかくなのでホカルちゃんの絵を描いてみようと思って今回描いてまいりました。 VTuber ファンの皆さんの間ではその推し VTuber のファンアートを描くというのが文化の一つだそうで、私もね今回それを挑戦したんですが、こちらです。クーピーというものを使ってホカルちゃんを描いてみました。いろいろと色彩を混ぜて描くのが好きなので、一つの色ではなくていろんな色を混ぜて描いているところがポイントです。ちょっとあまりアップにされると恥ずかしいんですけれども、こだわった部分はそのさっきも言った色合いですかね。ホカルちゃん、左のホカルちゃんを見ていただければわかるんですけれども、襟がねこうグラデーションになってるのわかりますか。それをちょっとクーピーでなんとなく表現してみました。恥ずかしい、すごくアップになっている。ちょっとここだけの公開とさせていただきますが、皆さんぜひホカルちゃんのファンアートを書いて X、旧 Twitter などで投稿してください。本当にこれをねファンアートで盛り上げていきましょう。はい、ここだけの紹介にさせていただきます。さあ最後にホカルちゃんにまつわるビッグニュースをお届けします。なんとですね、今週金曜日、私中塚美穂普段は OHK ライブニュースという報道番組に出ているんですが、その中で私が担当している中塚美穂のライブトークという今旬な人や話題の人に直接会ってお話を伺うコーナーがありまして、なんとそちらにホカルちゃんが登場します。 YouTube のデビュー配信は2月16日なんですが、ホカルちゃんが喋って動く姿を一足早く皆さんにお見せしちゃいます。放送日は右下に書いてあります、2月9日午後6時9分からの OHK ライブニュース内にてホカルちゃんが出演されます。2月9日ということなので今週の金曜日ですね。これはぜひご覧いただきたいものですね。 CM の中でもホカルちゃんのいろんなボイスのパターンが公開されているそうですが、よりねどんなことを喋ってどういう風にホカルちゃんが動くのか気になる方はすごく楽しめる内容になっていると思います。私もホカルちゃんの取材をさせていただいて、
ホカルちゃんのイメージしていたこととは意外とギャップがある部分もたくさんあって、あんなものが好きだったんだ、あんなところが好きだったんだっていう驚きがたくさんありました。ぜひ皆さん、その2月9日中塚美穂のライブトークを一緒にご覧いただきながら、感想もたくさんつぶやいていただけると嬉しいです。ホカルちゃんを共に盛り上げていきましょう。ということで、盛りだくさんでお届けしてまいりました。いかがでしたでしょうか。ホカルちゃんのね SNS 随時情報解禁されると思いますので、ぜひこちらをフォローしてお待ちください。アットマーク天の晴れホカルです。こちら入れたらすぐ出てくると思います。 XYouTube どちらもチャンネル登録、そして登録よろしくお願いします。はい、今回のおうちけアナのクスクスは、おうちけ公認 VTuber に迫るをお届けしました。次回のおうちけアナのクスクスもぜひお楽しみに。それでは皆さん、バイバイ、晴れハロー。